ピエール・ブヨーヤは、ブルンジの政治家、軍人。大統領、国民救済軍事委員会議長を務めた。ブルニ県、ルトブ出身。所属政党は、土の最大政党民族進歩連合。ベルギー軍士官学校、王立軍学校を卒業。フランスや西ドイツに、軍事留学の経験あり。少佐時代の1987年。 土の加藤による独裁体制を敷いていたジャンバティストバガザ大統領をクーデターで追放し、自ら大統領に就任。同国の初の仏を多数とする内閣を成立させるなど、仏土両民族の融和に努め、複数正当性を認めた、新憲法の採択などミニシュ化にも尽力したが、土強行派はこれに反発し、2万人とも言われる仏を虐殺した。 ブヨヤは、調停委員会を設置したが、両民族の対立は続いた。1993年6月、同国発の民主選挙で普通で、ブルンジ民主戦戦党員のメルシオルンダダイエが、当選し、ブヨヤは引退。しかしその後の政変で国内が再び、内戦状態に陥ると、1996年7月26日に、再びクーデターで、 ブヨヤは政権を握り、混乱を収集できなかったシルベストルンティバントゥンガニア、大統領を失脚させ、暫定大統領に就任した。内戦の激しさは収まったものの、依然として、混乱は継続した。1998年6月、ブヨヤは、正式大統領となった。2000年に、タンザニアのアルーシャで、ブルンジ政府、土、普の、 各勢力が和平協定に調印し内戦終結を目指す暫定政府が2001年11月1日3年の期限で発足。ブヨヤ大統領とドミシアン・大勢が1年半ずつの任期で大統領を務めることが決定した。1年半の任期を終えたブヨヤは2003年4月30日大統領職を大勢に譲り渡した。その後、 アフリカ連合のマリ共和国とサヘルの特別大使を務めた。辞任の数週間後、2020年12月16日にマリ共和国の首都バマコにて入院。フランスの首都パリに移送され、翌12月17日に新型コロナウイルス感染症のため死去した。満71歳没。ありがとうございます。